アンジェルです。今回ですけども店長のところにあのカードを持ってきました。前回の動画見てない方は概要欄の方見てほしいんですけど、秋葉原のカードショップで買取価格1万円が超えるカードを求めて買い続けました。その結果多分トータルで30万ぐらいですかね、買った時にとてつもない化け物が出ました。それを今回店長に見てもらおうかな。で、僕たちちゃんとした値段知ってないんですよ。査定する人間だけいて、そいつが1万円超えてるか超えてないかだけ教えてくれるっていう感じでやってたんですよ。おー、で、なるほど、やばいの来ましたよっていうっていう情報だけ。それってもしかして、はい、ブースターパックをひたすら買い続けた。あ、そうです。うちで買ってよ。いやでも秋葉で買ってここに持ってくるって一連の流れなんで。そういう企画は有楽舎姫路花田店とか、はい、有楽舎光って君の名前を冠してる例の店もあるじゃないですか。あ、でも有楽舎の花田店行ったんですよ。あの有楽舎の光って行ったんですよ。じゃあそれ悪すぎて無理でした。はい、また変えていくんで、ね、楽しみにしておいて、はい、ようやくねコロナ落ち着いたんでね、本腰入れるようになったから、はい、店長にちょっと、はい、カード査定してもらいたいんですけど、はい、まあ、正直結構ヤバいカードいっぱい揃ってます。一番の本命はちょっとこれまあまあ覚えてる人も多いと思うんですけど、こいつです。はい、こいつはねすごいよこれ。多分ヤバいっす。定価からは分かんないですけど多分ヤバいですこれ。で、まあ、前座さっき、ああ見せてください、はい、前座じゃこれさっき前座ですこれ。お、はい、これもワンチャン中には1万超えててもおかしくないと思います。なるほど、買い取り価格で。いや分かんないですけど僕らも査定してないんで。ちゃんとじゃあ上から見てってもいい。はい、じゃあ、まあ、一番上に乗ったら、まあ、高そうなやつを選びました。これこのスリーブが面白いんやけど。あ、いや分かんないです。名人買ってきたやつなんで。センスいいね。ああ、知ってます。知ってる知ってる。あ、ポケカを買ってった。いや、いろんなの買いました。本当にいろんな手当たりして、デュエマ、ポケモンカード、うん、遊戯王、ヴァンガード、ヴァンガード、バイス、うん、こちら、はい、うわ、リザード VMAX、はい、お高いカードですけれども、はい、絶賛値段落ちるんですよ。落ちてるんですか。落ちるんね。こんなかっこいいんですか。かっこいいね。あのね、性能がね、今の環境でやったらば、はい、ちょっと刺さらんようになりつつあるんです。なるほどね。こいつ出た時も確信しましたよ、うん、これ1万超えてるだろうと。あのね、それ去年持ってってほしかったカードや。去年どれぐらいだったんですか。去年やったらば余裕でマンコロちゃんは超えてくる。あ、超えてたんすよ。軽く踏み潰してくる。マンコロちゃん、うん、初めて聞きましたけど。君は俺と話すといろんな初めてに出会えていいね。はいはい。俺もやで。ちょっと若干絞りに聞こえるのやめて。こそーっとなんかバットボタンを増やしていこう。なるほど、うん、すごくいいカードなんですよ。で、はい、1年ぐらい前はそれを狙っている人ってめちゃめちゃいたんやけれども、今はもう何倍ぐらい。結構古いんですねこのカード。シャイニースターじゃないのかな。僕ら分かんなくてそれちゃんと多分そんな感じの名前だと思います、うん、もう本当適当に買ったんやな。適当っすね。そう、1万円のやつが入ってるやつを教えてもらって、入ってるやつを見て、うん、教えてもらって買うっていう。うん、なるほどね。それやったら、まあ、当たれば強いやつとかもある。シャイニースターのやつやったら、はい、でそいつの買ってるやねんけど、今店によってちょっと波あるんやけれども、はい、5、6000ってところかな。もうでも高いな。これでももう1枚多分、もう1枚同じやつだ多分当たってる。あ、同じやつあるの。あ、ほんまや、はい、じゃあ合わせれば、まあまあこれ、ね、まあまあ、すごい。2枚でダブルマンコロちゃんや。はい、ダブルマンコロ。何やねん。ダブルマンコロ。だんだんダブルマンコロ。まあ、ちょっと待って、光君。今君が言うたから、俺はそんなこと言うてないで。俺はそんなこと言うたことない。俺はマンコロちゃんとしか言うてないけど、君が途中で区切ったから、卑猥な言葉に聞こえるんやね。分かってるね。俺じゃないから。マンコロじゃないで、マンコレクションってことですね。ん？え？何言ったんだお前。たまに前さんって面白いよね。はいはい、分かってないですね。まあもう引き続きいきましょう。ほっといて。なるほど。はい、次めくってください。なるほど。2枚当てたと。これで2枚当てました。ポケモン以外も出るってことね。覚えてないですけど、まあ、結構前なんで多分いろんな買ってますよ。あ、遊戯王。その中でも高そうなやつだけをチョイスしてます。これ、うん、もちろん他にいっぱいあったんですよ。ダイガスターラプラムピリナ、こちらですね。アシクレ、うん、アシクレですね、うん、はいはい。これどうやったっけな、ちょっと待ってね。店長が喜ぶように買ったやつの、これ値段つくんじゃないかっていうレアカードを多分持ってきてるよ、名人。あります。全部持ってきてるんで、うんうん、多分おそらく数百円だろうなっていう、数百円から数千円ぐらいのやつは持ってきてます。うんうんうん、大量にありますよ、これぐらいあるんで。30万買ったって言うとったっけ。はい、でも中でもこれ高いんじゃないかっていう可能性があるやつだけ選んでます、うん、なるほど。まあ、言って少ないんですよ、だからめちゃくちゃ。うん、これね、はい、プリシクがある段なんですよね。プリシク、プリズマシークレットレアって言われてるやつで、はい、比較的最近遊戯王にできた新しいレアリティのカードで、はいはいはい、シークレットレアはシークレットレアやねんけど、この縁ぐらいまでこのシークレットの怒りが来てるんですよ。で、その段って言うたらプリシクは高いんですよ。プリシクの方ぐらいするんですか。
プリスクやったらば、ものによったら運万円とかっていうのも普通にやったりとかする。こいつはちょっとじゃあもう今はもう時代終わっちゃってるというか。そうやね、そいつやねんけれども、プリスクであったとしても買取金額は1000円届くか届かんか、安いっすね。そんなに高くないよ。じゃあこの時代すごかったの。こいつやったらば100円前後ぐらい。安いよ。シークレットは安いんですよ最近。覚えておきます。おめでとう。パックから出るやつね。はい、オッケーです、うん、あと2枚あります。はい、お古戦 GT デュオじゃないですか。あ、うん、これは一時期めっちゃ人気だったカードやな。じゃあこれ20周年アニバーサリーの、うん、そのイラスト俺初めて見た。ちょうど期待できるから。20周年とこれ光って乗ってるんですよここに。うん、あでもこれね縁がね、これ立体感あるじゃないこの縁が。はい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 、ワンチャンあるかもしれない。ちょっとごめんね、俺ほんと冗談抜きでデーマは詳しくないよ。これあんまりそこまで詳しくないんですよ。ただこれねいいやつはね確かここのねセロとしてるよ、はい、安い方のやつやった、はいはいはい、こいつ立体になってるじゃないですか。はいはいはい、だからワンチャンあるんちゃうかなって思う。来た、ちょっと待ってちょっと待って、妄想で来ましたよ 5000GT 妄想ですね。行く、まあ、DM を4台だったけど、うん、それが一番可能性ありそうだったんですよ。うん、まあ、他にもめっちゃ当たってるんで、もしかしたら中には高いのは混じってるかもしれないです。あのね、ディエマはね最近結構ワンチャンあるカードくれてきてるから。1年前ぐらいってちょっと調子が悪かったんですよ確かに、はい、でもここのところのディエマは非常に面白い。なるほど。最近なんか高いカード多くないですか。コロナになって巣ごもり需要が増えた結果、はい、あのトレーディングカードって対戦で遊ぶ人っていうのちょっと減ったんです。まあコレクター増えたってことですね。そうそうそう。でその結果どうなったかっていうとですね、レアリティ勝負をするところが増えたんです、はいはい、要は遊戯王の場合だったらそれが一番顕著で、はい、実戦で使うカードはそこまで高くないんです。デッキに刺されるのよね、はいはいはい、もうその辺のやつは大体値段はこなれたぐらいであるんやけれどもさっき言ったプリシクとか、はい、ああいう特殊レアリティとかあの昔のレリーフ、アルティメットレアって言われてる、はいはい、ああいうやつはすごい値段がドンって上がるんですよ。結構あれですよね、なんかその昔って一番最高のレアリティがレリーフとかだったじゃないですか、うん、今ってなんかもうワンカートン買っても当たんないレアリティみたいなの出してますよね。出してる。っていうか、さっき言ったプリシクやったらば、例えばシークレットレア全部にプリシクがある。なるほど。だから全部揃わへんの。確かにカートン買ってもそれがやばいですね。うん、100万買っても出ないようなカードもあるってことですよね今もう。さすがに100万買ったら出るとは思うけれども、はい、例えばデッキに3枚入れたいとかさ。はいはい、まあそうですね。テーマの場合だったら4枚入れれるやんか。確かに。そうなった場合揃えにくいとは思う。それを4枚揃えると3枚揃えるとやばいですもんね。うん、でこいつやねんけれども、はい、安かったな。まあそんな気がしました。うん、うん、こいつは安かったです。はい、5、600円かな。なるほど。あ、まあまあまあこいつも前座なんで、まあ、全然てかまだリザードこれすごいな。高いですね。リザード何やかんやでポケモン今すごいから。ポケカやっぱいいな。うん、うん、いいっすね、ポケカ。ポケカはね、あの女性 SR でヤバいのと、はい、あとポケモンのカードで SR のイラスト違い、はいはいはい、そういうのが出たら熱いのが多い。女性トレーナーさん、そうそう、例えば代表的なもんや、さっきも言ったリーリー、はい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 、マリーとかマリー、ああ、はい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 、可愛らしい女の子の人の上位 SR ね、はいはいはい、もうホログラフィックやったらば格がドンと落ちてしまう。あ、落ちるし、うん、ホログラフィックはレアリティは上やねんけどあんま人気ないんです。なんで、見た目がね、なるほどね、ちょっとね、人気は出にくいと思う。え、その SR っていうのはめっちゃ当たりにくいですか。そこまででもない。 SR が欲しかったらば、ワンボックス買っとったら大体出るんやけれども。あ、出るんすか。マジですか。俺出へんかったよな。出へんかった。ただ特定のやつがやたらと出る。なるほど。その女性トレーナーだけ出にくくなってるとかっていう可能性があるってことですね。そうそうそう。あとはイラスト違いのポケモンとか。なるほどなるほど。そりゃそうですね、それは出にくいんですか。やっぱそれも出にくい。当たったらラッキーやと思う。なるほど。では最後の1話見せてもらおうか。ほい。エリアちゃんのシクヤね。はい、これもなんかさっき言ったようにシークレットだったらちょっと弱いってことですね。そうやな、もう一息欲しいっていうことになると思う。こいつもこれは有名なカードなんですか。やっぱあのね、最近この精霊使い、はいはい、うん、っていうのは昔もあったはずなんよ。これ結構古い時代に、はいはい、あ、これはねもうちょっと古いな。20周年記念シクが上位互換であって、それのこれが出とったらヤバかった、はい、なるほど。あの買取で5万超えてくる可能性がある。へえ、20周年記念シクやった。なるほど。でもこれでこいつのこと聞きたいやろ。はい、うん、まあそうやな、2000円いくかいかんかっていう。ああ、そんなもんすね。だから順番的に言うんやったら一番良かったのはこのリザード、まあ、はいはいはい、で次にエリアで、あとがまあ暴走竜で、で最終的にこれかな、はい、じゃあこれどうすかこれ。お、これもうそんなあっさり出しちゃうの。はい、そうか
だから、なんかつるんとした表情でおったわけ。店長なんか変やなー思ったんや。なんでこれすごくないですか。うん、なんかね、さっきのこのエリアの話をしてるときに、はい、いや20周年記念式やったよねって言ったところはこんな表情です。なんで急にも表情になるの。いつもなんかコロ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 と、はいはい、スマホ見てる時以外はいつも表情を変えてるヒカルくんが、はい、なぜ急に表情がなくなるんだろう。いやそれがね、うん、手元にあったんで間違いないね。これここ映ります。20周年レアでしたね。そうそうそう、20周年記念レアってやつですね。これ当てたってすごくないですか。てかこれパックで買ったんやろこれ、うん、ボックスめっちゃプレゼントしてて、うん、名人が、うん、なんかバカみたいに買ってきちゃったんですよこれ。名人2万ぐらいだっけ1ボックス1万40001万4000円1ボックス。それを何ボックス4ボックスから買ってきたんだから、うん、いや7か。大当たりです。この段で一番高いカードって言うたらはっきり言うとこれ。その間違いやめてもらって。最近娘も YouTube たまに見よるから、はい、パパかっこいいやろっていうポーズしたから高い。これでかっこいいと思う娘ちゃん。カーズ狂ってますよちょっと。大丈夫、2歳児やから、うんちとかおしっことかおならプーとか大好きな年頃やからまだいけるはずや。お、おぶつなんですね。おぶつじゃないよ。失礼なこと言うなよ。すごい大当たり間違いなく。20周年記念式の中でも安いやつやったらば、はい、1000円そこそこのやつとかもいっぱいあるんですよ。あるっすね、そんな安いやつ、うん、この段のやつでも結構あるんですよ、はい、だから大当たり、むしろ用残っとったの。これやばいっすね、うん、新品。多分名人が1ボックス1万4000で買ってきた時すっごい攻められたと思うんやけれども、いや攻めてないです、全く。優しい。はよくやったって言いました。金の使い道が相変わらずおかしい。いやすげえな、残っとったんやな。大したもんやな。日本で一番新しいエリア20周年祝だと思いますよこれ。おお、ありがとうじゃん。いやいや店長、まだ査定なんか終わってないんで。そうです、査定のために来たんで。でも俺もさっき5万円以上って言っちゃったからもう終わりでいいんじゃねえの。いやいや、ちゃんと正確なんじゃ出してもらわないと。ああ、正確な値段ね、わ、はい、かりました。ね、はい、5万円っていうのは実はね、だ店長のぼったくり価格でしょ、だから。まあこれぐらいからかなっていう値段帯です、はい、だから、はいはい、要は上限聞きたいわけだ。はい、だからぼったくり価格はやめてほしいんですよ、店長も。ぼったくりっていうのやめて。いや、これ知ってるとか見たら、これ5万買えてる、安すぎるって多分来ると思うんですよ。うん、そういう世間を揺るがすようなぼったくりやめろって話なんですよ。正確にちゃんと値段出してくれないと、やっぱこれ。もう、俺のイメージを下げようとするんだから嫌ですよ。イメージが下がるのを防いでるんですよ、今ここで。店長の獲得情報にストップかけてるんですよ、こっちが。ありがとう。はい、これ強いな。やばいっすか。うん、5万から出してるっていうのは、要は買い取りで5万で募集してるお店があるってことだよ。はいはい。あ、でも実際もっと出せると思う。そうやな、1枚あたりやったらば、どうしても欲しい時やったら8出しても欲しくない。8か、うん、10はいかないっすよ。10いくんやったらば、ちょっと店の利益はしんどくなってくる。ああ、なるほど。これ販売どれぐらいなんですか、ちなみに。これ店売りやったらば、おそらく10は超えてくると思う。こいつ、うん、絶対10は超えてくると思う。どうしようかな、10。すごいな、でもこれ俺が会ってた中で人生で一番高いカードで。そうだ、確かに間違いないね。そうっすよね、うん、断トツ圧倒的やと思う。いやでも10か、10はどうやろうな。鑑定会社に出したら10は超えるわ。鑑定会社、PSA とかって、カードの鑑定会社っていうのがあるんですよ。はい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 。でそれでもう評価が10ついたら、はい、買い取りで言うんやったらば20超える可能性。マジで、うん、買い取りで20超える可能性つく可能性あるっすもんね。だってある、普通にある。だってこれ出たばっかりやもんな、うん、これなんかもっと厳重な釣り部、二重釣り部いけないっすか、なんかないっすか。これでかい釣り部あるっすかね。20でつくんですか、買い取り。てかこれに入れときゃいいな、その、そうっす、うん、買い取り20はやばっしょ。買い取り20、要は鑑定会社っていうものに持っていったら、鑑定会社に出して、はい、状態の査定が終わったら出せないケースに入れられて送ってくる。あ、これ、あ、なるほど。うん、超音波であのケースを癒着させてしまって、はい、カードは中で別にケースで固定されてるわけじゃないんやけど、もうケースが開かないような状態で送られてくる。だからそうなってきたらもうすごい値段は爆上がりする。話聞いて。はい、山本、20はめっちゃちょっとやばいですね。ロマンすぎんこいつ。
ロマンある。ていうかようボックス残っとったって思う。ほんとほんとによく残ってました、うん、このボックス今ないもんさ。あ、ないですね。ない、全然見当たらない。あったとしてもこれ当たったってことですね、こいつが、うん、だってこれ20周年記念して引くっていうことは、あの結構前のボックスやね、うん。これってどれぐらいの確率なんですか、ちなみに20周年引くっていうの。いやー分からん。あの入ってないパックとかもあ、ボックスもあったはずやねんけれども、はい、これの20周年記念祝が何種類あるんかな。16種類ぐらいあるんかな。結構あるんですね、うん、でその中で、安いやつやったらばほんま1000円ちょっと。16種類あってこれ選ん、これ出たってやばいな。やばいな。でちなみにそれが一番高くて、はい、それ以外に高いのって言うたらもうガクンと価値落ちるんよ。半額以下ぐらいまで落ちるんよ。へぇ、うん、でも圧倒的なやこいつ。うん、圧倒的に高い。だってこんな20万するようなカードなんかあんまないよね、世の中に。ない。ただしその20万っていうのはその鑑定会社に出してケースに入れてもらってちゃんとその評価が10ついた場合、うん、あの要は初期傷とかそういうのでも引かれたりとかするから、可能性があると。評価で9とか8とかっていうふうになる可能性もないと言われてる。あ、評価10つきそうやなこれ。だって出た瞬間だって入れたもんな。一回それ出してみてとどういう評価つくかやってほしい。どれぐらいかかるんですそれ、その時間とかって。あの、ね、手数料は結構取られるけれども、まあ言うてもそこまでめちゃめちゃ高い金額ではないはず。まあ君らぐらいの、なるほど、お金持ってる人やったら。でも鑑定出すの大事だよね。うん、あの PSA ってところ。へぇ、PSA 面白そうやな。うん、持っとるから全部出したら高いから。あ、面白いかもしれないな。何が、結局どういう評価ついたかっていうの。倍の価格とかになったらやばいですもんね、うん、じゃあちょっと残りの大量のやつ。ああ、なんかあるの。結構ありますよ。結構だってもうめちゃくちゃ向きましたからね、カード自体は。これ、差し入れです。差し入れ、あれこれ上にあるの、バイスもしかして。一応なんか、ケースに入れただけなんで、いろんなカードがそこに確か入ってるはず。店長のスタッフが喜ぶと思いますよ。あ、本当に。一気にレア度の高い、そこそこ高そうなやつばっかり、あの、選んでるんで。え、何これ。圧倒的に安そうなやつは、もう全部開けてるんで。ああ、そうなんですか。あ、ヴァンガードか。もう最近ヴァンガード全然仕入れてないから、何かわからんか。ヴァンガード開けました、めっちゃ高くないでしょう、なかなか。いや、これにもマンゴーいるって言われたの、うん、あ、言われました、ね、言われたね。ヴァンガードももうガチに入ってるじゃないですか、そういう見た目の商品。ヴァンガードはなんか女の子だけのやつでしたよ、それ、うん、これめっちゃ可愛かったですよ、みんな。もうツートンの子いましたよ、普通に。あ、これほら、完全にツートンの。ツートンに反応するのやめろやん、お前。ツートンの元祖の機械田さんが怒るぞ、お前みたいな。ツートンも最近ブームなんですよね、アシュラ男爵とかもおんねんぞ、ちゃんとツートン。ツートンといえば光みたいに今なってるけれども、アシュラ男爵と機械だが怒るからな。あとまあ他にもいろいろもう、うん、レア度の高そうなやつばっか全部避けてるんで。 ありがとうございます。結構あるっすよこれ、言うても。ほら、ポケモンカードももしかしたらなんか、えほら、リニューダー使えたもん、うん、めっちゃあるっすよ、うん。あ、クロバット V マックスか。これね、V の方がね、どんなデッキ見ればかかる。あ、サインとかも、サインとか普通に裸にいますよ。アイガメ入れ方がもう昔はこれを当てようと頑張っとったのに。まだこんな感じで。あったんや。まあ、店長一回これ仕分けしてみてください。また。わかりました。ありがとうございます。これ全部寄付します。あ、ありがとう。やったぜ。あ、すげえ、ディエマもある。最近ディエマの品揃えちょっと頑張らんとあかんな思ってるから、ちょっと嬉しい。はい。まあ、結構買ったんで、ただ、うん、高いのが当たったかどうかわかんないですけど、まあまあ、うん、それなりには買ったんで。かっこいいな。最近ディエマなんかかっこいいんよな。でも普通にボルシャクとかいましたよ。まあ昔のやつとかも当たるってやつでしょ。はい、うん。かっこいいな。ええー、な、ディエマ。輝き方がエグいっすよね、ディエマの。マリーがいる。アナプラスもいるじゃん。はい。でいろんな当たったんですけど、うん、まあ高そうじゃなかったんで、うん、のけてるって感じです。なるほどね。もしかしてこの中にお宝眠ってる可能性もありますよ。いや、でもね、こまごまとつくよ。なんぼかって言うたら今ちょっとすぐに即答できる自信ないんやけれども、はい、なんぼかつくっていうやつは結構ある。だから多分集まったら多分万超えますよ、こいつら。うんうんうん。絶対こんだけあれば。ありがとうございます。どこ？あ、ヴァンガードか。まあいろんなキラカードを集めてるんで、うん、ありがとうございます。よー、やったで、やったで、モルタで。モルタでの声がちょっと弱かった。弱いっすね。と痛いね。やっぱ値段も足りなかったんですかね。店長、じゃあこちらも。うわ、いいんですか。結構いいっすよ。だってレザーの VMAX、まあ、これだけでも万超えるんだったら、はい、うん、こちらも寄付で。うわ、ありがとうございます。やったー、夜の残っとった甲斐があったお店の恥ずかしいところを晒した甲斐があったよ。ありがとうございます、はい、うん、ぜひそれね、 PSA 鑑定出してなんぼで売れるかっていうのをちょっと試してみてほしい、はい、じゃあこれちょっと出す鑑定。まあそんだけ言うなら一回出してみてもいいかもしれないですね、うんうん、確かにね、うん、他なんか出せたらあるかな。てかあの俺が有楽舎置いてる混沌流とかあれも出したらいいんですか。やっぱあんなで出せるんですか。てかでかすぎません。あれは無理やと思う。要はケースに入らへん。はいはいはい、確かに。だから送るときにリスクもあるから、あのカードに限っといた方がいいんちゃう。なるほどなるほど。なんか出せたらだっけ買う。なんか、光コレクションはどないなってんの。あれどこにあるの。
多分実家にありますね。じゃそれを持って行って一回東京に、だからあるで東京に。あれなんかもう40枚集まってるんですか、ほぼほぼもう。うん、だからこれ加えたらほぼほぼ揃うと思うんですよね。じゃ全部送ってみる一回全部 PSA。 それ遊戯王じゃなくてもいいですか。遊戯王じゃなくてもいい。もともとはあの海外で野球カード、あーメジャーリーガーとかの結構鑑定して有名で、その後マジック・ザ・ギャザリングとかやっとったから、他のやつでもいけるはずよ。あれご注射中とかおるんじゃん。あな、おるで、おるよな。懐かしい。あんな値段めっちゃ下がったんじゃん。いやさすがに。ドラゴンボールヒーローズとかも結構、あ懐かしいな。ヒーローズはつくかな。値段上がったやつあるんかな。一気でも PSA 出して全部売ってみようよ。あれ、うん、縦しに行こうよ。確かに。何がいけるかとか、明日の結果は私もちょっと興味ある。はい、俺も気になりました、うん、でもまあ良かったっす、これが本当に価値あるカード、うん、確かに。間違いない、それはすごい、よう当てた。神回っすね、当たったやつ。うん、じゃあこれ出します、覚えてたらできたね、毎回忘れてまうもんな。いや、もう以前君ん家に行かしてもらった時に、はい、忙しいのは分かるんやけど、もうちょっと片付けるよって、地獄のように柴田チップスあるやんけって思った。懐かしいっすよ。いつの話だよ。それは結構懐かしい、うん、めちゃくちゃ前じゃないですか。うん、一応ね、ネット上でそれが1点だけメルカリに出てるん。何もついてるんですか。評価は10かな。それで28万で売れてる。ただいつ売れてるんですか。分かれへん。28万で売れてるんですか。28万で売れてる。10点ですよ。10点、多分これ10点や。あ、その P なんちゃらでついてると10点が。ただ、いつ売れたか分かれへん。あ、10日前かな、18日前や。やばってことは、それ28で出したら売れるってこと。30近いってことですもんね。マジか、これすごっ。とんでもないな、これすごない。30万円。ショップやったらば最低20はつけると。最低、お店での買い取りやったら最低20つけて、攻める店やったらばもっとつけると思う。やべえなこれ。10点があれば、10点やった PSA の鑑定10やったらば、すごっ。だからその鑑定会社っていうのに出して、そんから結構時間かかると思う。ああ、ボロい軽自動車買えるで。昔俺が乗ってた軽自動車、これぐらいの値段で30万ぐらい。ボロ走ってたんで。めっちゃボロいムーブ。うん、いや俺でもさすがに軽自動車20万ぐらいって言われたらちょっと怖いなって思って、いつ皮膚か分からへんよ。若い頃やったんで、めちゃくちゃ。あ、まあ若い頃やったら、ね、分かんないじゃないですか、相場もよく分かんない、うん、乗ってましたね。なんか見る見るうちにガソリン減っていくんやけどみたいな。すげえな、でもこれ、うん、こんなカードあるんやな。いや、今回はマジ神抜き、奇跡の終わったりやな。うん、もしそういうの他にもあるんやったら買ってみると面白いかもしれない。まあ普通当たんないですもんね、こんなの。うん、当たらん、うん、だってしかもそれボックスタイムで買ったやん。そうっす、7カートンじゃなくて。あ、そう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 、うん、カートンなかったっす。奇跡よ。そうっすね、確かに。奇跡よ、うん、あ、いつでも寄付待ってますね。じゃあ、10万超えたら寄付やってないですよ。マジっすか。知ってる光くん、はい、あのね、トレカってね、はい、あの一応法的に言うと1枚当たり30円やね。ああ、なるほど。うん、定価っていう風になってるからね。これ30円ですか。30、法的にはない。俺は違うけどね。はい、うん、俺やユーザーは違うけれども、はい、法的に言ったら一応30円な。なるほど、紙切れ。所詮は。所詮は紙切れ。まあ俺には違うよ。はい、あ、まあまあそうですね。俺には違うから、はい、価値の分かる人に渡してもいいやね。最初5万って言われたからな。確かに価値分かってないの。特技にドヤ顔で5万って言って、だって今聞いたら違いますもんね。20万、28万、15万さ、寝る巻き戻して聞いて4倍とかって言ったじゃないですか。4倍、言うてもこれ5万、パッと見で5万ってちょっと安すぎだと思ったけど、やっぱ悪徳商売。それはだって PSA の鑑定で10もらってからですよ。いやでもこれはでもやっぱり俺みたいな情弱の遊戯王ゲーマーを食い物にしてきておるって感じやな。あ、これだからほんまに、だから遊戯王知らん人がたまたま出て、これを買い取ってほしいんですけど、あ、これはもう最低5万やね。最低5万って頑張ってようかなっていう相談で、強いからね、先輩が買い取って、もうシェイク飲むか。最低5万どうか。最低5万、そこのジャンキーからだから持って帰って。グリーンだからね、グリーンだから持って帰って、ね、健康に気遣ってんだよ。いやでもまたちょっとね、うん、店長の人の買いますよ、なんかカード。あ、本当楽しみにして。マンゴーエガーのやつね。あ、こういうのあるんですよ、こういうバケモンが潜んでる。今日福袋結構作ってくれて、スタッフが。はい、売れちゃったんや。あ、売れたんすね。福袋、中にバケモンがいっぱい。バケモンがいるんですよ、うん、バケモン。バケモンだよ、バケモン。ごめんな、仮説悪いね、今。え、それ何が入ってるんですか、ちなみに。もう言えない、うん、万円とかの高額から。ちなみにうちのオリパは全部買ったら基本的に得するようになる、はい、
得するんですか？得するよね。誰か損するんですか？あの損するっていうよりも、あの要は大体相場はこれぐらいでお店で売られてるって金額あるから、はい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 、あれよりも全部は安くレビューしてる。なるほどなるほど、うん、ああなるほど。で店側も、まあ、これぐらいで売れたら多少割引乗っけれるよねっていうぐらいの相場になってるから、超良心的なんですね。そう、うちのオリパは姫路花田店のオリパは姫路花田店のオリパね。お客さんからの評判も良くてリピーターいっぱいいる。腕上がりましたね、商売の。昔、まあ、あんな残酷なオリパ作ってたのに。何を言ってるんですか。、はい、当時の俺はもういないんだよここに。いやでもこれ見て、これ怪しいけどね、言うても1回5000円、もろたでーって言ってるんですか。金を出せばこいつがいるか。こんなもんいるか。出てきてるじゃない、店長。こんなおっさんいるかよ。うまいな。ごまかして言ってるやってるのは違うんですよ、店長。これですよ、これに5000円としてあるんですよ。そもそもこれ1等何なんですよ、これ。そうやん、上にあるやんけ、TS5。 うん、確率どれくらいなんですか、ちなみに。これ確率乗ってないと、はい、全く。それを知らへんのが優しさってもんやろ。何言ってんねんお前。祭りくじの時があってさ、やりよった時さ、みんなやっちゃいけませんよって言うとったけれどさ、うちはちゃんと全部回してくれた、ちゃんと出るよ。これ回したら玉減っていくシステムなんです、それとも補充型なんですか。なくなったら足すだけだ。あ、くどいな。いや、もちろん、はい、例えば、100万円こうやってポンと用意して店長、全部回しますって言われたら、俺はもうそこから足さへんよ。いや、そりゃそうでしょ。そりゃそうですよ。当たり前ですよ。100万円だったらこれ普通に買いますから。考えてみんや、誰が100万円でこれ回すねん。考えてみんや、あの時のおっさんなんかどこから持ってきよったやんかい、堂々と。くじの袋こうやってやらなくなったら出すわけやからみたいな感じで言うてよ。あれよりはマイルドだね。あれよりははるかにマイルドだよ。でもそれでもアウトっすよ。アウトっすよ。一応当てたやつ一人おんねんからええやん。あ、いるんすか。いるよ。どれぐらい来たんですか、その人。ちっちゃい子。無欲のやつでうわーこの当たったみたいな。PS5 持っていったんですか。うん、何歳ぐらいやろ、多分小学校行ってないかぐらい。めっちゃ喜んでました、やっぱすごいな。その子はぼーっとしとった。あ、親が小踊りしとった、なかなか当たらんで、この店すごいね、あれだって。店長がこういう時毎回やればやばいからな、確率。確率やめやんですから。何を言ってるんですから。たまにそういう風なね、良心的な中にちょっとスパイスを入れとかへんかったらね。はいはい、だからみんなもっとやってね。誰もやらないですよ、こんなん。あかんか。はい、ダメです。さすがにダメか。さすがに2等これ絶対安いの分かりますもん。格好しすぎっすもん、2等から、うん、確かに。ドーンと落ちる、うん、これが2等か、ほんまに。これが格好しすぎやろ、これ高さやまだ。これは確かに、これとこれ絶対違うやろ、賞絶対こっちが高いっすよ、うん、ぶっちゃけ。店長子供ごまかしてダメっすよ、これで。ごまかしてないよ。はい、あの俺は常に真剣勝負です。超進化魂ね、こんなんで騙そうとしないでください、マジで。何を言ってんの、天下のデジモンさんやで。ウォーグレイも知らんのかお前。てかデジモンカード出てますよね、最近今。新しいの出てますね。あれどうなんですか。あれね、うち実は第1弾扱って第2弾で売り上げ落ちちゃったからやめてしまったんやけど、うわちょっと盛り上がってきてる。そうなんすか。うん、来てるんですね。来てる。ただ、ね、あれしかもオメガもいました、ね。うん、ただね、今ね、あのコロナやんか、大会できへんの。まあ、戦えないってことね。そうだから、バンダイ系のカードやねんけれども、はい、ああいうのってやっぱ大会をやっとかんと、あちょっと盛り上がらへんから、いまいちブーストがかかってない。あれが気になったな、デジモンカード、うん、てかヒーローズどうなんですか。ドラゴンボールヒーローズやっぱやばいっすか。昔に比べた勢い、これもね、あの、はい、大会できへんね今。あ、対戦が、うん、対戦がね。でしかもね、俺ね、あの今実を言うと生放送で診断出るために前まで生放送で見てたけれども、はいはいはい、今やってない。なんでやってないかって言ったら著作権違反のバンクだから。マジで。あのドラゴンボールヒーローズも結構音楽流すやんか。あ、はい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 、それが引っかかるから、でも一応またやろうかなって思ってんけど、その時はもう音声全部切っといてやろうかなって思って。なるほどね。あと仮面ライダーガンバライジンがあるやんか、はい、あれもでけへんねん。あいつらこそでけへんのよ、プレイするやんか、生放送でプレイしよったら、はい、あいつらこれから技を打つぞっていう時にオープニングテーマ流して始めるから。なるほどね。一発で著作権違反ですって言われるのよ、じゃあ今来てるカードゲームだと遊戯王はポケモンカードか。ポケモンと遊戯王熱い。それから今デュエマがすっごい追い上げてきて。来てるし、デュエマ追い上げて、デュエマ再加熱。
再加熱。マジで？うん。すごいね、今もうだから昔は四天王みたいな感じで俺ちょくちょく言うとったやんか、はいはいはい、カードゲーム、はいはいはい、今だからもうその三強三強三強デュエマこっから追い上げるってすごいな、うん、あもちろんこれマジックは覗いてるからね、はいはい、マジックは別格っていう扱いで、はいはい、国産カードゲームでこの今の三強がもうすごいやつ。デュエマこっから来るんや、うん、マジか。あの俺最初もう今年の頭くらいもうデュエマダメになっちゃうんちゃうかと、はい、このままいっとったら遊戯王はあの昔のカードとかのレアリティ商法で全然維持してる。遊戯王の安定がすごいっすよね、うん、やっぱでポケカが今すごい新規参入が増えてきた。女の子もやってますよ。ポケモン女の子やってる、家族でようやってる、すごいっすよねポケモン、うん、マジで、まあ、可愛いってのもあるんでしょうね。ルール分かりやすいもん、まあ、簡単に可愛くて、うん、でしかも高いカードとかもあるし貴重品とかもあるからあらゆる面で刺激がされるんよな。確かに適当に買って遊ぼうと思って高いカードをゲットして、うん、それが10万で流換装があるってことですよね、うん、で知ってる国産のカードゲームで一番古いのってポケモンや。あ、そうなんですか。遊戯王より古い、確かにめっちゃ昔 やってましたかな。めっちゃ昔やっとったな俺らも、うん、俺らも初期のやつだって今向いたやつ持ってってくれたが20周年記念レアリティのやつやんか、はいはい、でポケモンが先月25周年そう考えたらポケモンの方が古いずっと続いてたんですよ。俺思ったんですけどそのポケモンカードめくってて思ったのが、うん、昔とほとんど変わってないですよね、うん、なんか複雑化してないやん。そうなんか遊戯王ってさもう昔のカードともう今のカードともう別のものすぎて、まあ、確かに量が違うもん、ね、その敷詰めがすごいやん、ね、ポケモンカードってマジで変わってないやん。そう、何年かおきに要は DS とか Nintendo Switch とかで、はい、新しいポケモンが出るやん、はいはい、そのたんびに下にあるコードが変わるんですよ。あ、それ使えるカードが変わるんですね。そう、使えるカードが変わる。例えばやねんけどこれやったら S4 の A って書いてあるやんか、はいはいはい、これソード&シールドって意味ない。あー、はいはいはい、はい、サンムーンやったらつまり今サンムーンのカードがどんどん使えるようになっていく。あ、使えなくなるんですね。使えなくなるんです、まあ、だからもう一回必要ってことですね。そう、だからあまりインフレが進みにくいよ。で逆にインフレしたとしても何年かしたら使えるようになるからまた環境がリセットされる。なるほど、だから開けずに遊べると。すごいシステムですね。うん、で遊戯王とかの場合だったらどうしても、ずっと使えるからもう禁止制限に入れるしかやり方がない。確かに、でもそのカード遊戯王のずっと使えるっていうルールってすごいっすよね。すごいっすよ、うん、新しいカード入れた時に過去とのコンボとかも思いつかないようなコンボって出てくるじゃないですか絶対。そうそうそう、それエグいっすよ。どこまで考えたら制作してるんだろうと思いますね。確かに、うん、ただ遊戯王の場合はもうどちらかといえばそれぞれのサポートカードって言われてるやつ、あれがもう専用サポートや、はい、例えばブルーアイズと名の付くカードみたいな感じ、はいはいはい、ブラックマジシャンと名の付く感じみたいな感じではっきりと明確にサポートするんだけど、はい、ただどっちかというとデザインデッキって言われてる、はい、あデュエルマスターズとかやったらその書き方がすごい中途半端や、うん、だいたいこんなやつらをこんな感じでサポートするぜみたいな書いてないから、はいはいはい、昔のやつがわけのわからん値段になることが多いのはどっちかというとDMの方が多いっぽい。なるほどね、うん、深いなカードも、うん、面白いよ。いや面白いですね、うん、最近この商売結構おもろいなって思い始めて、結構オープンして9年経ちましたがようやく最近ちょっとおもろいなって思い始めて。ユーラクションも10周年記念、10周年記念あるんですか。どうするんですか。なんか来てくれる。えなんかユーラクションも遊戯王20周年記念に今度やったじゃないですか。10周年記念、ユーラクション10周年記念でこれ1回50円とか。えヒカル君来てくれる。え50円ってやるんですかこれ。1回50円でいいんですか。レジにヒカルとかいや行きますよ。いや10周年記念の 1日店員やりますよ。あ本当にやりますよね。来年の8月やけど。あ全然やりますよ。あ本当に来年8月なんですよ。いいっすよ。うん、あ本当パンクしても知らないですよ告知したら。あじゃあ俺外で整理結果待ってる。覚えてますか昔ここでオフ会したのビンゴ大会みたいな。あの何やこの人だかりが死ぬほど暑かったっすよね、うん、しましたね。奥にもエアコンつきましたんで。でも今日結構暑いですけどね。うん暑くないもんだってこれぐらいのってさ、はい、暖房つけるか冷房つけるかで悩まない。まあ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 ちょっと大丈夫です、ね、だって今の温度が20度ない、うん、逆にやろう、うん、で20度って考えたら夏場やったらめっちゃ涼しいやん、はいはい、肌寒いぐらいやんか。でも今の俺たちって基本的に長袖着るやんか、まあ、店長ずっと長袖着てたね。違うよちゃんと俺半袖着てますよ。何を言ってるんですよ。俺に関心持ってよ。年中同じような格好してるからって店長大体いつもそんなんですよね。店長ベスト絶対これですもん。そうよ、私ブグてな人みたいな格好してるけどさ若干モデルチェンジはしたりすんねんで、たまに原山行ってここのシャツ買ってあとノンアイロンシャツに買い替えたりとかしてるんやからちゃんと見てもうちょっとのこと。まだこことコラボしてるんですよ有楽者。すごいっすね仲いいなこれ。うん結構悪いもんじゃないからね。確かに少々長期の神様。うん、はいそんな感じで、はい、んあ大丈夫ですよはいそんな感じで今回はね秋葉原で買ったカード差し出しまったんですけど、うん、まあ、リザード思った以上に値段ついたのと確かに、うん、あとやっぱ悩んだのこいつっすね。
これ全てのカードでこれ1枚は高いと、うん、余裕で高いと。だからもしかしたらこれ1枚で俺らが使ったお金全部回収するぐらい、いや可能性あるってことですもんね、ほぼほぼ。ああありえる、30万使ったっていうと、はい、ぐらいです。はい、あそれやったらまあでも PSA の鑑定で結構持っていかれる可能性はあるけれども、はい、あそんな結構かかるんですね、うん、ただ、今28万で売れてるって言うたのはそれしかないの。まあね、うん、だからもうちょっと高値をつけても売れると。確かに、どんどん値段が上がってるってことですね、こいつの。うん、上がってると思う。ただ結構緩やかなペースで上がってる感じやから、はい、もっと高値で売りたいんやったらもうちょっと鑑定出した後持っとけば、持っといてもいいかもしれんな。もしかしたらすごい値段つくかも、うん、という感じで、もうこれを鑑定出しておくんで、ぜひまたそれも楽しみにしておいてください。じゃあこれで終わります。ありがとうございました。鑑定出し終わったらぜひ有楽者を思い出してください。で店長これ、うん、うわ何、あ、サムネ撮りたいんで。いや、そうなんです、そうなんです。店長じゃあこれ見せるんで、はい、やばそうな感じです、顔すの。よくある、こんな顔。アゼントしてる感じです。はい、感じですね。 OK です。 OK です。返されるんや。切ないですか、店長。フリかよ。